はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまりでございます。はい、本日は、平戸大輝が町田ゼルビアへ完全移籍といったところになりましたので、そちらの話をしていきたいなというふうに思います。はい、まあね、皆様知らなかったと思いますけど、鹿島アリとしてはものすごく平戸に期待をしていて、まあ相当今季やってくれるんじゃないかなというふうに思っておりました。で、まあそうですね、まあ、最初の頃右サイドバックで使われてなんていうところがありましたけども、まあまあ最初の頃でね、そこから始めて、まあ、守備の方を覚えていってから中央に行けばいいなんていうふうに思ってましたし、まあそのまだね、名古屋がその時は台頭してなかったんで、まあうまいことこう競り合って競争してくれればいいんじゃないかなんていうふうに思ってたんですけど、まあここ最近ね、まあ試合見てるともう、名古屋の方が、まあ、競争に勝ってるというところっていうのは、まあ正直、鹿島アリとしても、まあ、感じるところでございました。はい、ですので、まあ、その今回の移籍に関して、まあ、どうこう言うつもりもないですし、まあ、正直しょうがないなっていう気持ちがあることも事実です。はい、まあ、もちろんね、期待していた分、まあ、ショックもでかいですし、まあ、正直なところを言うと、まあ、しんどいことはしんどいんですけど、まあ、それでもね、その移籍先っていうのが、まあ、町田ゼルビアさんだということって、まあ、昨季あれだけの活躍を見せて、でもう一度、力が欲しいというふうに、まあ、要するに壊れて、で 町田もそうですし、平戸自体も、まあ、町田でもう一度花咲かせたいというね、まあ両思いですよ。そしたらもうそこでね、やっぱくっつくべきだし、もう一度そこで活躍して来年の東京オリンピックのところに選ばれるっていう、そういう目標を持ってやるっていうのもやっぱり大事だと思いますしね。正直、今回移籍していったのが町田ゼルビアさんじゃなかったらもっと荒れてたと思う。町田ゼルビアさんだからこそ、もう、平戸お願いね、よろしくね、これからも鹿島じゃないけど松本だけどから、平戸を祈るよっていう風に、ぜひね、お伝えしたいですし、昨季平戸がいてあれだけの成績残してますから、もう一度ね、あのくらいの規模の、結果を残してもらって、ぜひ J1 で平戸と対戦をしたいなと。で、まあ、いずれはね、もしその平戸が、まあ、大活躍してもう一度鹿島が平戸が欲しいというふうに言って、まあ、獲得しに行けるように、まあ、その時のために、我々はメルカリをね、利用してガンガンメルカリ様にお金を落として、メルカリ様が平戸にゴーって言ってくれるのをね、期待して、メルカリをねどん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 使っていきたいなというふうに、個人的には思っております。はい、まあそうですね、まあ、今回望むような、別れ方ではなかったですけれども、彼自身その町田ゼルビアというその素敵な場所でね、居場所というのを見つけて、そこに戻るわけですから、もうこちらとしても応援するしかないですし、これからね、町田も含めて、町田ゼルビア様もね含めて、応援していきたいなというふうに思っております。はい、以上まあそうですね、まあこういうことになるわけですよ。まあ来年からは背番号12にしようかな今季潔くそうしときゃよかったんだと思うんですよね。
まあしょうがない、こういうこともあるっていうことです。はい、頑張れって言いたいです。頑張れ平戸、負けるな平戸、俺も別の場所だけど平戸に乗りたいと思います。はい、本日は平戸、町田ゼルビアさんに移籍ということで、少し、話をしました。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回り応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回おつまわり、はあ。